い、さつきです。ですね、今日は貴重なお休みなんですが、また気がついたらですね、暗くなっておりました。はい、まだね、5時前なんですよね。5時前なんですが、もう幼稚すぎるともう暗くなってきてしまいますよね。はい、で、今もう多分もう5時近いので、もう夜です。はい、時間帯的にはね、まだまだ5時なんですけどね、もうなんか夜ですよね。なんか帰らなきゃとか思っていたら、まだ4時半、気がついたら4時半だったので、あ、まだこんな時間なんだと思って、はい、のんびりとちょっとね、電気屋さんにいます。はい、で、今回ですね、もう YouTube 上では変わっているんですが、メンバーシップの方を始めさせていただきました。はい、で、少しなんですかね、まだちょっと変更しなきゃならない部分とかもあると思うんですが、ちょっとね、あっちの方です、何でしたっけ、保護猫シェルターの猫のバス停の方のアイコンと同じで、使わせていただいて、メンバーシップの方を始めさせていただきたいと思います。はい、なのでぜひチャンネル登録と、いいねボタンですね、いいねボタンと、あと、よろしければメンバーシップの方をお願いいたします。で、メンバーシップの方はですね、金額の方かなり低く設定させていただいて、そちらの方ですね、全部保護猫ちゃんの方のね、シェルターの方に回していきたいと思います。はい、これからですね、まだまだ明日ね、エアコンが届きます。はい、エアコン届くというか、工事がね、入ります。ありがたいことにですね、保護猫シェルター経由で、問い合わせのね、お電話があってですね、お話をしていて、前回のようにですね、まだアップしてないですね、猫ちゃん3、この前ね、3頭、ショートかな、3頭猫ちゃんアップしたんですが、その猫ちゃんはですね、完全に飼育している方がご病気で、飼育がね、もう飼うことができないということで、保護したんですが、今回はですね、家に遊びに来る猫ちゃん、野良猫ちゃんがいてですね、かなり人慣れしている猫ちゃんで、保護しようか悩んでいるというお問い合わせだったんですよね。なので、ちょっと野良猫でいる危険ですね、危険をちょっとお話をして、やはり野良猫ちゃんで、なんか外でもね、お家を作ってあげて、もう寒いんじゃないですか。なのでね、段ボールとか発泡スチロールかなんかで、お家を作ってあげてですね、寝床を作ってあげて、近くにうろうろしてご飯もあげているみたいな感じならしいんですよね。でも結構頻繁に来るので、保護しようかどうしようかで悩んでいてですね、また先住猫、猫ちゃんも今飼っているらしいので、その子との相性もあるしですね、やはり一回保護してしまうと、また外に出すっていうのもね、やっぱり猫好きの方とかはやっぱ考えてしまうじゃないですか。で、もし保護した場合、ずっとこれからね、亡くなるまで面倒を見なきゃならないという責任も出てきますので、その辺でちょっと考えていたんですよね。それは本当にわかると思います。で、まあ、私が提案できるのは、やはり野生っていうか、外にね、野良猫として生きている猫ちゃんの過酷さですよね。はい、で、環境によっては本当に長生きする子とかもいるんですが、まあ、基本的には2、3年くらい
が寿命という、ね、あの飼い猫ちゃんだと20年以上生きる子もいっぱいいるじゃないですか。それがだいたい 2,3 年ぐらいが平均になってしまうというのと、あとやはり事故とかですね、あと同じ猫ちゃん野良猫同士の喧嘩とか、あとカラスとかね、イタチとかアライグマとかいますよね。そういう野生動物、他の野生動物に襲われたりとか喧嘩したりとかしての怪我とか、それによる感染症で病気になってしまうという恐れがあるということと、あとですね、やはり一番怖いのはですね、話を聞いていて人慣れしているということだったので、触らせてくれる、ね、くらいの猫ちゃんだったので、やはりね、虐待目的の方とか、あと猫嫌いの方とかいらっしゃるじゃないですか。でうちの方もね、まだまだ田舎なので、かなりね、こうペットに対しての考え方っていうのはかなり変わってきたとは思うんですが、やはり昔の犬猫の飼う考え方っていうんですかね、犬はこう番犬として、猫は家のね、周りとかのその害虫ですよね、ネズミ駆除とかそういう虫とかの駆除とか、そういう目的で飼うみたいなね、そういうような考え方の方もいらっしゃいますし、本当に猫がもう大嫌いっていう方もいらっしゃいますし、それは、まあ、それはそれで仕方がないと思うんですが、私もね、虫とか嫌いにダメなの、触れないので、その気持ちはわかります。多分猫嫌いの人は私が虫が嫌いっていうのと同じ考えだと思います。はい。なのでその辺はね、どうしようもないかなっていうのは思うんですが、やはりとて人慣れしている猫ちゃんだと、やっぱりどの人にもね、ついていってしまうという恐れがあるじゃないですか。なのでもうもっともっと虐待目的で猫を探しているとか、本当に動物、猫嫌いな方ですね、そういう方とかに近づいていった場合に蹴られたりとかね、傷つけられたりとか、連れて帰られてですね、家の中で虐待されたりとかですね、結構事件がね起きてるので、いくらね虐待は犯罪ですというような啓蒙活動をしてもですね、やる人はやりますから、そうなるとね、できる人が、保護できる人がそうやって人慣れしている子はね、ちょっと特に気をつけてもらいたいなっていうのをね、お話をしたらですね、もう即じゃあ保護しようというようなお話になってですね、ちょっと明日エアコンつくので、またちょっとその進行状況ですねを聞いてみたいなと思うんですが、もう保護するような動きで考えをね、コロッと変えていただいたので、ありがたいなと思っております。はい。で今の現状ですとね、シェルターの方はまだ明日エアコンがやっとつくような感じなので、やっとお部屋の中のね、温度管理ができるかなっていうような状況なんですよね。なので内装のね、リフォームは私が自分でやるので、まあ、そっちの方はね、徐々にやっていけばいいかなっていうような感じでいたんですが、やはり温度管理ができないとですね、やはり猫ちゃん外にいるのと変わらなくなってしまうじゃないですか。なので温度管理は、エアコンはね、とりあえず1台は必要かな、最低でもね、それがあればまあなんとかなるかなっていうような保護がね、できるかなっていうような状態にはなるかなと思うんですが、現状ね、エアコンがなかったので保護依頼とかが来てね、どうしてもと言われてもですね、やはり今のエアコンがついてないと
保護も何もできない状態なんですよね。そう、それで、そこのところからですね、ちょっと話を、それてしまったんですが、その保護をするかどうかっていうね、ちょっと相談のお電話をいただいて、そこからですね、なんと、旦那様がですね、電気屋さんで、ちょうど在庫の、エアコンが1台あるよということでですね、本当に在庫処分価格で、エアコンを譲っていただけることになりました。で、お電話いただいた時がちょうどお休みだったんですが、その時にですね、ちょうど、私ちょっと病院だったので、ちょっと遠いところにいたんですが、当日にですね、家まで、シェルターまで来てくれてですね、バーッと見ていただいて、そこで明日ですね、つけてくれるということで、エアコンね、どこで買おうかなーって悩んでいたんですが、まあ、思いもよらないところですね。あれ、猫ちゃんのおかげだと思います。猫ちゃんがつないでくれたご縁でございます。本当にお安くね、エアコンが取り付けられることができましたので、それで、あれですね、また一つ、保護はできるような形になりました。はい。で、ま、あと、細かいものがね、まだ全然揃ってないので、そういうのをね、大体大きいのをね、どんどん買ってるんですよね。なので、細かいものがかなり、これから必要になってくるかなとかも思うんですが、それはおいおいね、買い揃えていきたいと思います。はい。ではですね、子宮体がんの方のお話というのは思いついたのですね、結婚も3年経っているので、忘れている部分とかもあると思うんですが、私も結構ね、パソコンを YouTube 始めるときに買ったんですよね。そんなに高いもんじゃなくてですね、高いパソコンだと20万とか30万近いのとかあるじゃないですか。まあそこまではいらないかなと思って、とりあえずパソコンがあればいいやと思ってですね、電気屋さんに行ったら2、3万くらいで売ってるんですよね。なので、それでいいかと思って、で、ちょっと見に、こう最初下見に行ってですね、その後、買いに行こうと思って、また同じ、電気屋さんに行って、店員さんの捕まえてですね、お話を聞いたらですね、まあ、店員さんも高いのを売りたいっていうのもあると思うんですが、やはり、本人がね、使いやすいっていうのも、考えてくれてるじゃないですか。なので、2、3万くらいのですね、安いやつは、ちょっと、何も使えるのがかなり、狭まってしまうので、もうあまり価値がないですよ、みたいなことを言われてですね、それでもそんな高いのはいらないので、悩んだ挙句にですね、展示品ですね、展示品処分のやつは1台あったんですけど、それをですね、展示品処分だとかなり半額近くで買えるじゃないですか。それでも、5万くらいかな、5万くらいね、5万もしなかったと思うんですが、それを買ってですね、今使っている状態でございます。なので、まあ、普通に買えば、9万くらい、9万、10万いかないかったかな、8万、9、8万ちょっとか9万くらいかなっていうのは、なので、そんないいパソコンではないんですが、一応パソコン買ったので、今までね、結構買ったはいいけど、使ってなかったんですよね。なので、ちょっと、これから使ってみようかなと思って、昔の YouTube のね、最初の方の頃のアップしたやつを、
いろいろと編集してまた再アップとかしてたりしてたんですが、もうちょっとね、やっぱ聞いてると思い出したりとかすることもあるので、ちょっとねまた編集して思い出したことを動画アップしていきたいなと思うんですが、やはり過去のことはね、過去のことで、まあ、限界があるので、はい。で、あとその定期検診とかのね結果とか、あと症状とかね、変わったことがあればご報告できるかと思うんですが、やはり活動しているのは猫の保護猫ちゃんのね方になってしまうので、そっちの方がねかなりメインになってくるかなとは思っております。はい。なので、本当だったらね別々にした方がいいかなと思うんですが、ちょっとね別々に管理するっていうのが一人なのでめんどくさいというか大変なんですよね。なので一緒にしようかなと思っております。ちょっと見づらいかな、見づらかったらコメントに言っていただければ、もうすでに猫のバス停の方は YouTube チャンネル作ってあるので、そちらと本当に分割して分けてやっていこうと思います。でもですね、一応こっちの方の子宮体がんの方のですね、メンバーシップの方は猫のバス停と共通のアイコンを使わせていただきたいかなと思って、そちらにしてあります。はい。ということでですね、今日はですね、またまたいつものパターンでですね、もう暗くなってしまって、やることもですね中途半端なまま、お家の方まで、ね、帰ってきてですね、一応ちょっと電気屋さんのところであまりにも暗くなってしまったので、電気屋さんの駐車場をちょっとお借りして撮っております。はい、そんな感じでございます。で、ちょっとまだわからないんですが、今のところですね、子宮体がんの方と、あと保護猫シェルターの方と一緒にしようかなというふうに考えておりますが、皆さんのね、ちょっと意見を聞きたいかなと思います。で、あまりね、投稿も、両方合わせてもですね、そんなに、毎日、投稿とかはちょっと編集もしないとならないので難しいかなとは思うんですけれども、なるべくねしたいと思います。はい。で、ライブ配信とかもね、ちょっと時間がある時にやろうかなと思うんですが、シェルターの方がね、かなり広く使えるので、シェルターの一部をですね、こう、ちょっとスタジオ代わりみたいな感じにして、そこでもうすぐできるよ、みたいなノリにしようかなと思っております。自宅だとね、今、保護猫ちゃんがちょっと前に比べればね、増えたので、で、またね、その保護猫ちゃんがね、女の子なので、おとなしいかなと思ったんですが、かなりね、暴れん坊将軍なんですよね。なのでね、カーテンが、シャーシャー、こう、遊んで、右に左に動かして、それで、最終的には、引っ張って落としてしまうみたいな感じでですね、カーテンレールが壊れるんじゃないかっていう、お家壊れるんじゃないとかっていうような感じで。で、あと壁紙とかも案の定、ガリ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 やられていてですね、大変な、ちょっと、シェルターをやるよりも、自宅をなんとかした方がいいんじゃないのっていうような状況になっているんですが、シェルターの方だとね、まだまだゼロからなので、そっちの方でね、なんかできるかなと思っております。で、明日ですね、は、
エアコンもつくので、そちらの方のね動画を撮れればいいかなとか思います。はい、でとりあえずそういう感じでですね、カズとサツキの方ですね、子宮体がんの方のメンバーシップ始まりましたというご連絡でございます。はい、もしよろしかったらですね、あのメンバーシップとかよろしくお願いいたします。はい、今日はこれしか言いません。はい、ちょっとね、あの銀行にちょろちょろっと行ってこようかなと思って、あの外出たんですよね。はい、それであのポケットしてたら暗くなりました。はい、またちょっとこれも編集していつ明るくわかんないんですけど、明日も休みなのでなるべく早くね、あの帰ってすぐ やろうかなと思います。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。